すいません、今東京駅に来ておりまして、今日が2020年1月2日ですね。なんで東京駅に来たかというと、1月2日は、一般参賀がありました。私は1回目と2回目とご挨拶をさせていただきましたけれども、一度日暮里に帰りまして、それからまた、1時45分ぐらいにまたこちらに戻ってきまして、カメラをちょっと動かしますけれども、こういうのが見えますでしょうかね。すいません、ちょっと脚立にですね、ちょっと座りながら、こういうことをやっておりました。それで、ですね、ポストカード一応1000枚用意しまして、1000枚ずつ2種類あったんですね。今またカメラを、昨年の5月4日が、即位後の、初めての一般参賀ということになるんでしょうか。あ、飛んじゃった。でもう1枚が、祝賀御列の儀のでございますね。もう一回ちょっとで、ですね、今ちょっと見ますけど、これが1枚目で、これが5月のでしたね。でこちらが11月の、私肉眼では全然見てないんですけれども、万歳しながら一生懸命手をプルプルしながら撮影いたしました。それで今日このポストカードの裏にですね、もうちょっと我々自身がですね、天皇の制度について考えなければ、まあ終的には悠仁親王の配偶者に、大変なプレッシャーがかかってしまうだろうということで、もうちょっとみんなで考えようよということで、ポストカードの裏にですね、ちょっと印刷いたしました。ちょっとここで読み上げようと思います。すみません、ポストカードの裏にはですね、8行12行ぐらいですかね、天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づく、1946年11月3日公布、日本国憲法第1章第1条、雅子さんのことは僕が一生全力でお守りしますから、1992年プロポーズに際して、鳴人親王、それまでの雅子のキャリアやそのことに基づいた雅子の人格を否定するような動きがあったことも事実です。2004年欧州歴訪に際しての記者会見において、鳴人親王、最後は私の意見なんですけれども、天皇は神話時代より126代漏れなく男系で承継された存在であり、2019年現在何もしなければ現在13歳である悠仁親王の近い未来の配偶者は察するにあまりある重圧に侵されると想像します。しかしそれが日本国民の総意であるのか、東京都荒川区に住する一有権者は考えています。1947年以来、あの家族は我々の象徴なのだ、以上のようなことを、印刷しまして、今日こちら、場所といえば、まあ、行幸通りっていうんですかね、三幸通りっていうんでしょうか、まあ、このようなところで、配りましたところ、まあ、約90分で、1000組ですね、2種類1000組、もらってもらいました。ポストカードもらってくださいって、まあ、どっかで録音してますけれども、まあ、そんな風に言ってました。まあ、こんなことで議論が広がるとは思いませんけれども、それでもまあ何もしないよりは、即位の時に、見せていただいた鳴人親王のお姿に応えるようなつもりで今日このように今喋っています。
あの家族は我々の象徴なのだ。それを身近に、身近とは言うのはちょっと難しいと思うんですけれども、我々に、我々って言うんでしょうかね、日本国民の象徴であるわけですから、意識しても間違いではないというつもりでおります。それでは、一応動画をこれで失礼いたします。これからの義理の、あのお父さんお母さんのところにご挨拶に行きまして、このポストカードも見てもらおうかなと思ってますけれども、なかなかうちの妻が難しい顔をするかもしれません。以上、東京都荒川区東日暮里前田真嗣がお伝えいたし動画を撮影いたしました。どうも失礼いたします。